外国語を勉強するんでしたらば発音だけはきちんとしてほしいなと思うので、それが私のモットーですね。はい、あの中級と初級があります。これを韓国の習慣、礼儀作法、それから衣食住、これに関わった文書とか、私たち儒教の国なので、昔からのその礼儀作法、向こうに旅行した時に恥ずかしくないようなことは教えてます。いいですね。なので、차다、차다、차다、わかる？どっちが強い？いい、言うよ。차다、차다。最初が強い。そう。とっても丁寧なんですよ。表現はちょっと厳しい表現なんですけれども、現在の起こってることなんかも授業の中に取り入れてくれるんですね。なんかそういうところもすごく勉強したいなっていう気持ちにさせてくれるので、ぜひ皆さん参加してほしいと思います。